今回は、顔写真から全身の画像を生成する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このように一枚の顔写真から全身の画像を生成する方法を理解することができます。ぜひ、最後までご覧ください。この動画で紹介する内容は、OpenArt というサイトにある Conf UI の設定ファイルを参考にしております。この解説では、 Google コラボで c o n f UI を動作させていきます。なお、オープンアートと Google コラボへのリンク、および、c o n f UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成、と書かれているボタンをクリックします。 もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、 ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは T4 GPU を選択します。T4 GPU は無料版の Google コラボでも選択できます。しかし、無料版の場合はリソースの割り当てが保証されていないため、処理の途中で強制的にコードを終了させられることがあります。 そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速、実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。 テキストをコピーしたら、Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに、先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして、再生ボタンを押します。これで、貼り付けたテキストの内容が実行されます。この処理には、5分以上かかると思います。しばらく待っていると、このようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると、Conf UI の画面が表示されます。 この画面が表示されたら次に設定ファイルを読み込みます。この解説ではあらかじめ conf UI の設定ファイルを用意していますのでそちらをご利用ください。概要欄に貼ってあるページを表示します。このページを表示したら利用ファイルと書かれているタイトルの下にある ZIP ファイルをクリックします。そうすると ZIP ファイルがダウンロードされるので回答します。ダウンロードしたファイルを回答したら このようなファイルが表示されると思います。この中にある workflow.json と書かれているファイルを confui の画面にドラッグドロップします。ファイルは何も表示されていない場所にドラッグドロップするようにしてください。これで workflow.json の設定ファイルが読み込まれます。設定ファイルが読み込まれたらまず顔写真の画像をアップロードします。具体的には ロードイメージというタイトルの中にあるアップロードボタンをクリックします。ダイアログボックスが表示されるので画像ファイルを指定します。今回はこのような画像をアップロードしておきました。これで画像を生成するための準備が整いました。それでは早速画像を生成していきましょう。Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。そうすると 画像の生成処理が開始されます。画像の生成には数分程度かかります。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。期待した通り、体の部分が映っている画像が生成されています。今回の解説は以上です。それではまた別の動画で。